Do you want to get lunch? Welcome to the Vancouver Golden Club Grand Slam 2022. In the team, Nova Scotia is to my left. Everyone in the right. I can find everyone in the right all the way. If you're holding on phone, please turn it off now. Quietly. はい、ブリシーチームのクレメントです。今回、まあ、久しぶりのグランドスラムでも、に戻ることができて本当に嬉しく思います。まあ、最初の試合で負けちゃったんですけど、まあ、最初の試合なので、まあ、これからまだ機会が随分あると思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。Awesome. It's great to be here at the Grand Slam. It's been an awesome start to the tournament so far. Just had a very close game and very, very amped up after that. Great. Yes, yeah, it was very exciting. Our first game of the tournament, our first time as Nova Scotia playing here at the Grand Slam. A great tournament and playing BC, the home team in the first game. Went down to the wire and we were fortunate to commit with it. And we're ready to go for the next game. Yeah, it was a battle out there. There's that last eighth goal I really want back. There's a video. I wasn't really in position, so it happens. But you know what? It's all good. We walked away with the win, and we're 1-0. That's all that matters. We have a big game tomorrow. Okay, last one. Justin, a few comments. It was a stressful game, but the boys came out with the big win, a good grind, and proud to be on the team. Oh yeah? Yeah. Could you set this on the table for me? Sure, I got it. Thank you so much. Yeah. How do you feel? Oh. How much time was out of 5 minutes? Very comfortable. Ready to play. マスクしてる人はもうほとんどいないっていうところで、まあ日本ももうすぐマスク外してもいいですよ、強要しませんよってことになりますけど、こんなにももう空港着いたというか飛行機乗ったらみんな外してたらびっくりしたんですけど、そこは違うところと。3年前と大きく違ったのはあとは
飛行機代がものすごく高くなりました。 2.5 倍ぐらいになったので、ちょっとブラジルからあのチームが入った新しく参戦してきていて、私もいろいろと海外で試合を担当したんですけど、未だにブラジル の試合を担当したことがないので、それが明日ブラジルの担当試合担当するので、それは非常に楽しみです。I'm one of the tournament organizers and also on the board of Vancouver Goalball Club, and then I'm coaching the BC team in this tournament along with my fellow coach Haley, and we're just so excited to be able to host this tournament again after the pandemic. We weren't able to host for the last 2 years, so it just feels exciting to have high level goalball happening in Surrey, and we're just excited, can't wait to see who goes home with $5,000.今回4回目にお邪魔させていただいたのは、もともとはバンクーバーの大会はそのカナダのナショナルチームと、あとアメリカの方のナショナルチームがこう数チームに分かれてこう参加している。で、強いチームが参加するところっていうのはレフェにとってもいい経験になりますので、時期的なものを含めて今回の4回目お邪魔させていただきました。
次に8月にイギリスでワールドゲームスっていうあの大会があります。もう世界中からあのベスト16のチームが男子女子集まるんですけど、まあ、そこの私の中では多少ちょっと前哨戦じゃないですけども、まあ、ちょっと準備も含めて来たっていうのもちょっとあったりしますので、そういった意味ではブラジルのチームの情報を前もって少しでも知れたのが非常に良かったと思います。昨年一応一番上のあるレベル3を取りました。でこれによってパラリンピックとかあのワールドチャンピオンシップ、それからのワールドゲームズ8月です。そこでのレフェリーを担当できる資格を得ることができました。まあ、資格を持ってればいいわけではなく、やっぱりいいレフェリーでないと選ばれませんので、あのパリのパラリンピックで選ばれるようにやっぱり勉強だとか、あのそういったところは進んでいかなくてはならないんですけど、あの何よりも英語を話せないのが一番の今の課題ですので、これこの間のもあの審判長にも怒られたの、お前いい加減英語を話せるようになりなさいって怒られましたので、まあ、もうあのレフリーをやることも大事なんですけど、とにかくやっぱり世界中の人とあのコミュニケーションを取る手段としてやっぱり英語は必要なので、それをもっと勉強しなければならないこと、あのゴールボールそのものをもちろん好きってのあるんですけども、あのそれ以上に結構こう他の国の方々とこう友達を作れるじゃないですけども、あの交流できるというか、そこがやっぱり一番楽しいですし、それがあるからこそ、あこの国の人がいるだとか、あっちの大会にいればまた誰々さんがいるじゃないか、じゃあまた会いに行こうみたいな、まあ、そういったところ気持ちは結構あったりします。やっぱりゴールボールってそのあれなんだ、視覚障害スポーツというかパラリンピックスポーツなどでかなり激しい方なんですよね。かなりエキサイティングなスポーツだったりするので、まあ、そういったところの激しいスポーツの中に身を置いて正しいジャッジをするして、あのちゃんと試合を進めて終わることで、そのものやっぱり楽しいですしね、すごい楽しいですよね。もう一つ少しも気の抜けない状態、これがやっぱり楽しいですし、一つミスしたら自分のせいでこう試合を壊してしまったりとか、そういったところに身を置くのが非常に私の中ではなんでしょうね、自分自身に対してもこう緊張感を持ってなんかこう達成感もありますし、ね、まあ、そういったところは結構ゴールボールには引きつけられる何かあるのかもしれないですね、本当にね。まあ、当然ながらあの選手たちは全員パラリンピックとか世界選手権で優勝することを目標としてますけど、審判もやっぱそこの決勝戦の舞台に立つのはやっぱり一つのステータスなんですね。下手な審判絶対選ばれないです。だ選手たちが戦っているようにレフリーたちも同じ大会に出てレフリーでのこう戦いなんですよね。誰がその決勝戦の椅子を取るか。